佐賀県の太郎坊一応速駐車場を見せます。下の方を見て、うん、ここはきついと思って。私結構真っ赤な顔して税前になります。ここまで登ると。その日登った時の、その日登った時のイメージとは違う。あっち行けば場所やで。まずはこっちってちょっと面って書いてある。これは何？まずは景色を楽しもう。寄付か。寄付ですね。私の500円なんで、多分1万円とか2万とか、5万とか、そのぐらいの。僕は景色を楽しもう。うん、結構きついな、これ。あそこで5分くらいは、うん、あのさ、3分休憩したで、あそこで休憩した。あそこで3分も休憩した。あ、指さしたあかんわ。蜂がいる。時々蜂が出るから。うわ、きつそう。なるほど。うわ、これきついんじゃん。いや、運動の私は大丈夫です。昨日今日とこの 5、6倍ぐらいの登山してるんで。その時ちょうどさ、俺この時は俺さ、俺がの俺たち登った、なんかよう喋りながらいけるね、この急な斜面も。季節さ、いつの季節やったと思う？うわ、モミジが。あ、モミジだね。あ、こっちは紅葉してる。こんな綺麗なこと初めて見た。秋には登ったことないから、何の季節に登ったら夏やで。夏行ったの？あんた暑いやん。ミン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 言ったいいけど、これでも見ようか。書いてあったんですか？いや、あの、山頂の中に。あ、なるほど。見て、ほら、綺麗だよ、ほら。あ、やばい、やばい。流れてる。ビキビキしてる。あ、どんぐり。あら、ほんと？ほら、ほんとだ、ほんとだ。帰り際用意を帰る時はちょっと疲れるような笑いそう。でもル
違います。あ、そうですね。うん。それか、降りよう、降りるよう。ぐるって回った降りるようでさ、ずいぶんと混んでるんやで。うん、時間かかりすぎた。うわ、ちっちゃ。ずいぶんと暗い。急だね。いや、商売の関係の方は、ここを見上がり、見上がりしてるんで、なるほど、そういうことか。ドッグインの帽子だよ。へぇ、商売。値上がりするように、値上がるように、値が上がってるって。ああ、なるほど。かけてみた。なるほど。おー、そんなの落ちたの？小麦かな？ここにあった。へぇ、ちょっと帽子なんちゃうか。ああ、まだある。なあ、あるな。これちょうど上り用のやね。うん。下り用のは反対のルートやね。てかね、下りやすいと上りやすいやで。うん。イメージ車ですね。正一位のイメージ車なんで。はい。タコ社ですね。個人地からですね。崖っぷちに結構ありますね。ぶつかりましたね。ここが腰掛け、腰掛けは源の義経の、の関係ですね。腰掛け岩、岩戸岩ですね。ああ、あれ、あれは飾りで神様がいるよっていう知らせやで、知らせな。ついにこの岩だ。結構狭いでしょ。うん。これだってこれくらいでもさ、ちょっとこれくらいいいんだよ。ミスズ。ミスズ。ボンって打ったやつ。神社を。すごい。ま、この日俺はここに行ってないけどね。この石は？この石は何でしょうね。この石？撫でるといいこと。撫でるといい。撫でるの。撫でるといいこと。うわ、蚊が来た。でっかい蚊。痛いよ。違うよ。当たってないよ。撫でるといいことあるよ、ママ。うん。じゃあ撫でとく。神様が撫でてくれてありがとうの、のお礼に何かしてくれるんやで。お賽銭してないぞ。する？え？お賽銭。うん。する？これ普通くらいするの？いや、今度はハエや。お賽銭っていつも悩むんですけど。お賽銭はいろいろな説があるんですけど。うん、どういうこと？それって。気持ちなんで、気持ちです。気持ちいい。まあまあ、お賽銭って何？十分ご縁がありますように。はい、50円で、ここに入れる。うん、チャリーン。鈴を鳴らしてで、お願いするの。うん、今回、来週のに、うん、全問テストがあるので100点になりますよね。きついのがあるの。全問テストか。全問テストでいろいろなテストがあるので、一斉
学力テストみたいな。素晴らしい鹿、手に入れますようにって言えば。あ、取れなかった。綺麗だね。景色綺麗。景色いいですね。景色いいですね。さすが山の上。可愛いね。ねえねえ、それにしてもいいね、これ。これね。神様もう一度撫でとこう。なんで。神様は写しちゃダメですよね。普通は。まあそうは言われてるんですけど、まあ大丈夫ですよ。機嫌がいいときは。機嫌がいいときは。機嫌がいいっていうのは、あの、晴れてる日はいいんです。晴れてる日の午前中から3時ぐらいまでは。ああ、そうなんだ。いいんですけど、雨の日はダメですね。ああ、なるほど。龍の神社とか水の神社関係は別に雨でも、逆に雨の方がいい。ああ。来週さ、晴れちゃんの日と行けない日があるで、うん、何って言ったら、太陽の弁当しなあかん。太陽、日が当たらないと。そうね、進むよ。夫婦いいよ、小さい方が、小さい方が、女岩で、大きい方が男岩だそうです。ねえねえ、そろそろ進むか。進むか、進むか。うちの子入っちゃって大丈夫ですか。あ、大丈夫です。入らないようにすって撮ってる。一周くんっていう子がここで頭ゴーンってゴーンっちゃった。痛いな。ここら辺で、あ、なんかボコッといっちゃったんですね。景色は最高にいいですね。ママ、あそこ見て、なんか生き物のような形があるやん。あれは見事にで、ちょうど岩の中腹ぐらいからガーッと割れてるわけですね。うん、ほら、見物みたいな感じのが、うん、なんかあれはさ、いつもみんなが平和で暮らせますようにっていう神様の願いやで。そうなんや。突然にこれガサッと割れたんですね。岩がね。こっちが下り用。ここはトロボーの。まだあかんの。こっちからじゃなくて、こっちから。重複、商売繁盛、重複の。よいしょ、腹頑張った。